は、はい、小西さんと尾崎さんと私で3人で5分ずつインド全体の事情についてお話しいたします。はい、小西と申します。5分ということでちょっとタイムを測ってびっちり5分で終わりたいと思います。今から私とアリス専門家と尾崎専門家3人でインドの報告をするんですが、実はこの3人でインドを担当して担当が分かれています。で、私の方は、デリーを中心とする北インドと、コルカタを中心とする、東インド、あと北東州を私の方で担当しています。で、この5分ぐらいの間で何を話そうかなと思って、皆さんほとんどいらっしゃってるのはほとんどインドの先生方で、インドの事情は多分私たちよりも数倍詳しいと思うので、一つ話として、まずその北東州の方の、ご報告、情報提供ということでお話したいと思います。北東州、どこだ、アッサム州のグアハティというところと、マニプール州のインパールというところが北東州の中で大きい町だと思うんですが、そこにある高等教育機関、グアハティですと、コットン大学、グアハティ大学、IIT グアハティといったような、機関に行くと、ぜひ日本語教育を始めたいというようなお話を伺います。で、実際今まで日本人の方がお一人いらっしゃって、その方がそのいろいろな大学で教えていらっしゃったんですが、今ちょっとご家庭の理由で休職中ということで、ただ教師がいれば再開したいということをおっしゃっています。で、もしたくさん先生が来るのが難しいようであれば、その3つの学校で1人の先生を、雇って、週2日ずつ3つの学校で教えてもらうといったような形態でもいいので、開始したいというふうな話を聞いています。あともう1つ、マニプール州インパールの方では、マニプール大学というところで、去年から始まりました。今、インド人の先生がお二人採用されて、去年から教え始めていらっしゃってます。で、ただ他の、機関に対する広がりという点ではまだまだ少ないですね。で、他にもいくつかいろいろな高等教育機関ありますので、ぜひそこでも日本語教育が始まってくれればなとは思っていますけれども、ここもやっぱり問題は先生、教える先生がいないということですね。で、もしうまく教える先生がいてマッチングができれば、日本語教育が始まるのではないかなというふうに思っています。で、去年の末ですか、マニプールの州政府の、教育大臣に会いに行ったんですけれども、その教育大臣の話ですと、マニプール州の中等の学校でもパイロット的に日本語を始めたいということをおっしゃってました。ので、そちらでも始めてくれたらいいなと思います。それが北東州に関する情報です。あと一つ、私デリーの国際交流基金に勤めていますので、デリーの方の情報として、ごめんなさい、一つ、まるごとという教科書の皆さんご存知だと思うんですけれども、日本では全6レベルまで出版されていて、一応その6レベルまでで完結ということになっているんですが、インド国内で今、下から3つのレベルまで出版、されています。で、日本で買うよりも当然お安く、しかも内容は変わらずということで発売されていて、つい最近その3番目ですね、入門初級1初級2のレベルが発売されていますので、ぜひご活用いただければなというふうに思っています。あと、そうですね、私の担当する方の地域の、高等教育に関する情報を申し上げます。インド国内の高等教育機関はおそらく9機関で日本語主専攻、メジャーコースというのがあります。で、その中の5つの機関、デリー大学、ネルー大学、ドゥーン大学、あとビジュワバラティと、バナラシヒンドゥー大学ですが、その5つの機関が、北部、東部の方にあって、私も一応全部回ったんですが、おそらくそこではまだまだ活発に日本語教育が行われていると思います。で、それ以外にですね、副専攻であったり、よくサティフィケートコースというものも、徐々にではありますが、機関数は拡大していると思います。
で特に IT 系の大学に関しては昨日もご報告させていただきましたように、国際交流基金というか印日両政府でその日本語教師育成センターというのを作って、新たにそのサーティフィケートコースの拡大に向けて、努力しているところであります。はい、西インドは、マハラーシュトラ州、グジャラート州、マディアプラデス、それからゴアのこの地域です。はい、で、西インドはこれ2015年の国際交流基金の調査で学習者4611名なんですけれども、ほとんどがマハラシュトラ州の数です。西インドの中でマハラシュトラ州は日本語の歴史も日本語教育の歴史も古くて非常に日本語教育が盛んです。逆にその他の地域ですね、マディアプラデーシュ、グジャラート、ゴアではまだ機関とか学習者数も非常に少ないです。ですからこれから私がお話しすることもほとんどが、マハラシュトラ州の日本語教育についてと思っていただいても結構です。で、マハラシュトラ州で大学で日本語を専攻できるところが2校あります。1つはティラクマハラシュトラビディアピートで、ここでは今 BA と MA のコースがあります。それからもう一つはですね、最近できまして2018年からワルダーにあるマハトマ・ガンディ・アンタラ・ラシュトリア・ヒンディ・ビシュア・ビディアライで BA オーナーズ、日本語で BA オーナーズ、ヒンディ・ミディアムでやるという、はい、それが始まったということを最近情報を得まして、はい、非常に嬉しいニュースなんですけど、そういうことです。で、ここ数年プネから日研生ですね、日研生に選ばれていく学生が非常に多くて、プネは昔から、日本学生の日本語レベルも高いと言われているんですけども、非常にいい成績を出しています。で、はい、で西インドの日本教育の特徴として、学習者数が多いです。すみません、さっきのグラフにありましたが、州別ではマハラシュトラ第3位ですね、州別で。それから比較的教師もレベルの高い先生、それから学習者もレベルが高い日本語力のある人が非常に多いです。で、学習者数は年々増加しています。大学でも最近本当に急増しています、入学希望者が。そしてマハラシュトラ州は他の地域ですね、他の地域に日本語人材を供給しています。例えばそのグジャラートではその自動車関連日系企業とかたくさんあって、日本語人材の需要が高いんですけれども、人材がいないので結局マハラシュトラからリクルートしていっているような実情ですね。そしてほとんどの先生が自分の家で塾のような形で教えている方が多いです。で、これもマハラシュトラに限りませんけれども、マハラシュトラ、グジャラート特にここ数年日系企業の進出が非常に増えていまして、それに伴ってやはり就職に結びつくということで日本語熱が高まることがますます加速しています。でこれが先ほどお話したインドに進出している日系企業と日系企業の拠点数です。2017年の数なんですけれども、青いのが、西インドですね、グリーンが、はい、で特にやはりマハラシュトラ、グジャラートが多いです。で、ムンバイとかプネなどもすでに日系企業が進出しているところで学習者が多いのはもちろんなんですけれども、まだ何もないところでジェトロがこれから日系工業団地を作ってるんですけれども、まだ日本人もその企業も影も形もないようなところでももうすでにもう日本語ができれば仕事があるということで、そういう田舎町でももう日本語学校が複数あって、その日本語一生懸命やってる人がいるということをもうそこの先生から聞いています。で、問題点課題点なんですけども、まず一つはやはりその日本語能力試験対策のコースをやっているところがほとんどですね。ですからその試験には受かっても実際に日本語を使って何かできるという力、コミュニケーション能力育成を目指した教育というのをやはりこれから進めていく必要があると思います。それから、午前中ですか、プラジュアル先生からの話でもありましたけれども、やはりその企業のニーズになかなか合ったその日本教育ができていないので、今後やはりビジネス日本語のシラバスとかカリキュラムの開発というのが必要になってくると思います。そして2点目、
やはり日本語を勉強してそれを就職、まあ、実業の方に結びつけようという人がほとんどなんですけれども、やはり日本語、それから日本語教育の研究者ですよね。そして研究者が育てられるような先生方、そういう人たちがまだまだなので、これからそういう人をこう有望な人を発掘して、こうできるだけ国費留学で日本に留学して学位を取って帰ってきてもらうと、そういうまあ支援というか、それも非常に大事になってくると思います。そして3つ目は、高等教育レベル、それから一般レベルではそのマハラシトラとか西インドで日本語熱というのは非常に高いんですけれども、まだ学校レベルではそんなに普及してないんですよね。ですから今後学校コミュニティ、日本語のプロモーションをしていく必要があると思います。で、最後に新しい動きとして、技術系大学を中心に今まで日本語をやっていなかったところで本格的に日本語教育をやろうというところが増えています。で、これはやはりその卒業生の日本企業、インドの日系企業への就職を増やしたいということと、日本の大学研究機関と学術交流を進めたいという、そういう2つの目標からそういう動きが起きています。で、プネ、ムンバイ以外でもありまして、ここに挙げた IIMN インディアンインスティテュートオブマネジメントナグプールとか、グジャラートではアーメダバルユニバーシティ、 IIT ガンディナガル、それからゴアユニバーシティとか、近いうちにこう日本語講座を本格的に始めようと考えている、それがまあ最新のニュースです。以上で西インドの日本教育のお話を終わります。それでは南インドの日本語教育について、簡単に、お話しさせていただきます。はい、もうこれ再三お話があると思あったと思うんですけれども、昨日の午前中に小西さんがお話した通り、2015年の調査では、2万4千人を超えていて、もう、インドの日本学習者数はもうどんどんうなぎ上りと、そして今回の調査ではおそらく3万人超えるのかなという感じでしたよね。確か3万人超えぐらいということで、まあ、ますます、増えていくということです。で、その中で、先ほどもお話ありましたけれども、南インドというのは、南インドというのは、ご存知の通り、ここ、テランガーナも含めて、テランガーナ、アンドラプラデシュ、タミルナドゥ、カルナータカ、ケララにあたるんですけれども、その中で、2番目にタミルナドゥ州、そして4番目にカルナータカ州が入っていると、まあ、共に日系企業はかなり進出しているところなんですけれども、その影響で、南インドはかなり日本語学習者は多いということができます。合計で、この2州の合計でも8000人超えますし、まあ、このテランガーナもある程度 EFLU もあって日本語学習者がいるというのでことで、9000人近くの学習者ということで、南インドで8000人以上で、インド全体の3分の1の日本語学習者数と、おそらくこの傾向は今後も変わらないと思います。ただ学習者数は多いんですが、その一方でやっぱりいろいろ問題というかが、ちょっと南インドの特徴というのかな、そういうものがあるんですね。で、それはどういうことかと言いますと、例えばこれを見て分かる通り、まあ、全体のインドの傾向とそれほど変わらないんですけれども、だいたい高等教育と学校教育以外日本語学校等が多いということになります。で、特に高等教育は一見多いんですけれども、これ実は大学で専門の日本語教育をやっているところは南インドではここの EFLU だけです。ここが今 BA、 ちょっと MA は今募集がないようなんですけれども、ここで BA をやっている、それ以外は実は、専門教育はされてないんですね。バンガロールで一時期 MA が1期だけやってたんですけれども、それ以降ないと。ということで残念ながら、専門的な日本語を勉強、南インドで学んでいる人はほとんどいない。この EFLU 以外はいない。つまり学習者数が多いカルナータカ、そして、2番目に多いタミルナドゥですね、インド全体で2番目に多いタミルナドゥ州でも専門教育は受けていないため、受けている人がいないため、やっぱりそこで日本教育のいろいろな問題が起こってくるということです。で、じゃあ高等教育の中でどういう人が多いかというと、さっきちょっとプネというか、マハラシュトラの話でも出ていたんですけれども、まあ、エンジニア学校って書きましたけど、エンジニアリングカレッジですね、そこのオプションの授業が極めて多い。つまり理系の学生、しかもエンジニアリングのメカニクスとか IT
コンピューターとかそういう人たちが、日本語を勉強している。もちろん次に話をする通りそれは、就職のためです。ということで、そして就職のためですが、こう見て分かる通りこちらも、JLPT の傾向なんですけれども、 N5、N4 が圧倒的に多いんですね。インド全体の平均から見てもチェンナイの学習者は、N1、N2、N3 は平均より少ない。そして N4、N5 が多い。でこの傾向はおそらくますます強まっているんじゃないかなと思います。ちょっとこのデータ古いんですけれども、ここ最近のデータを見てもそうなっています。どういうことかというと、やっぱりまず専門課程がないためなかなか上には上がれない。そして就職状況がいいためにほとんどの人が N3 まで勉強したらそこである程度日本もしくは現地日系企業も多いので現地で仕事を見つける。そしてそこで勉強をやめて就職してしまうということですね。なのでもちろん就職できるのは大変いいことなんですけれども、ちょっと日本語の能力が頭打ちになってしまう。そしてみんな就職をしてしまうため先生が残らないという問題があります。つまり先生になる人もは場合によってはあまり就職できなかったというと失礼、そういう人とか、まあ、就職しなかった人も多いんですけれども、それでもやっぱりある程度あまりレベルが上がると就職の方翻訳通訳もあるのでそっちに行ってしまうので、そういう仕事がない人とかまたは仕事の合間に教師をやるっていう人が多いんですね。でやっぱり、日本語の先生のちょっとレベルがあまり高くないっていうのが特にタミルナドゥではその傾向が強いです。はい。そして、全体の傾向にちょっと戻るんですけれど、まず学習者のニーズが、すみません。先ほどお話したようにエンジニアのための日本語っていうのが一番強いニーズがあります。つまりエンジニアの人たちが、日本語を勉強してそれをプラスアルファにして就職にする。もしくはその自分の今仕事をしているさらにステップアップ。そういうことがとても、バンガロール、チェンナイ、そしてまあおそらくハイデラバードでもそういう人はある程度いるんじゃないかなと思いますけれども、特にバンガロール、チェンナイですねが多いです。で2つ目がビジネスのための日本語、まあこれは通訳翻訳の場合が多いです。まあ日系企業も多いしそのまま日本に行く人も多いですけれども、とにかく仕事のための日本語っていうのはかなりもうワンツーのトップという感じ でその下に趣味の日本語が入ってくる。日本文化やアニメや漫画が好きと。でこういう傾向があって、もちろん大学で専修で EFLU しか教えてないって事実もありますけれども、日本語をで専門としてやりたいっていう人はあまりいない。まあそれがいいのか悪いのか分かりませんけれども、そういう傾向があるので、あまり文系の人が日本語をやらないんですよね。まあインド全体がどうもあまり文系が多くないんじゃないかという気はしますし、特に私タミルナドゥチェンナイにいますので、もう周りエンジニアだらけなんですよ。ほとんど会う人の半分ぐらいがエンジニアっていうぐらい、そういう状況で、もちろんさらに日本語をやる人になるともう 7,8 割がエンジニアって、そういう感覚的にはそんな感じなんですね。なのでもう本当に仕事のための、日本語という感じになってしまって、それで仕事のためには JLPT N3 以上が必要というふうに言われてよく言われています。それなのでどんな日本語を勉強するかっていうと、やっぱり直接仕事に関係あるとか趣味に関係するというよりも JLPT に合格するための日本語の学習ということになります。やっぱりそれが問題で、まずエンジニアとかビジネスの目的の人が多い、それはもちろんいいんですけれども、それにもかかわらずそのカリキュラムがしっかりできてない、コースデザインができてない、そしてとにかく JLPT を取ればいいって、もう あらゆる人がそう思ってるですね。教師の方もそう思ってる、学生もそう思ってる。なので授業がまあ、はっきり言っちゃうと良くならない、テスト対策ばかりという、これがやっぱり一番、日本教育の問題です。でそれにもちろん関係する部分もあるんですけれども、学校や教師の質が十分ではない。まず一つが教師養成などの専門課程がない。そしてあまり教師の待遇も、まあ、良くないと。それよりも、エンジニアやったり翻訳通訳やった方がもちろんお金は稼げる。でもう一つの問題が、特にチェンナイで今、すごく問題になっていると私は個人的に思っているんですけれども、日本語学校や日本語講座が簡単にビジネスになるんですね。それをやったらもうどんどんもう入れ食い状態っていうか、そういう授業をやったらもうバーッとたくさん学生がどんどん来る、そういう状態で、その授業内容とかはあまり考えなくても、学生がどんどん来る。だから先生が不足している。だから先生はそうするとあまりレベルが高くないけど、とにかく先生を呼んでしまう。だから N4 とか N5 とかの先生もかなり多いです、はっきり言っちゃうと。それがやっぱり、特にチェンナイの問題かなと思います。
そして一方で趣味のための日本語っていうのはある。で特にそれは中等教育などでは、いや子どもたちが勉強する日本語ってやっぱ日本語が好きだから、アニメ漫画好きだからって、そういう人たちがいて、そういう人たちで結局なんていうんだろう、日本の文化をどんどん取り入れていって、ね、日本ファンを増やしたりとか、そういうことで、それはそれですごく我々にとっても大事だし、インドの方にもとっても大事なんですけれども、そういう彼らも結局その仕事のための日本語、 JLPT のための日本語っていうのを前面に出ているので、そういう楽しむ日本語の授業もあまりされていない。そこも問題です。そして一番そういうのの問題でもう一つ大きな問題が、教師間、機関間のネットワークは希薄である。民間機関が多いため、結局皆さん競合機関です。なので他には情報を渡したくないとか、他の機関と仲良くしても仕方がないとか、そういう傾向があって競争が多く、かなり、教師間や機関間の関係が希薄。そして日本語の教師会が存在しない。これはチェン内ですね、特にチェン内です。バンガロールは素晴らしい教師会があって、それは機能しているんですけれども、チェン内は大きい機関、日本語教育が進んでいるというか多い割には、教師会が存在していないというかなり大きな問題になっています。ということで、すいません、ということで、南インドの今問題をちょっとお話ししたんですけれども、やっぱり我々の方が少しずつそういうコミュニティを作っていこうとか、そういうことを考えていて、こういう Facebook ページを南インドで情報を出すページとか、そういうものも作っていますので、もしよろしかったらこれ、もちろん南インドじゃない人にとっても有用な情報、特にインドの日本教育の有用な情報がありますので、こちらのサイトいいねしてください。もちろんジャパンファンデーションのサイトもニューデリーのサイトもいいねしてくださいね。はい、でも、こちらしてください。はい、でこういう学生同士のネットワークとかも作ってるんですけど、なかなかこれもやっぱり機能しないというか、そういうのが難しい土壌なのかなという気もするんですけれども、やっぱりそういうところも皆さんといろいろ意見を交換しながら、どうやってネットワーク作りをしていけばいいのか、そういうお話もこれからいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、それではすみません、皆さんありがとうございました。